お待たせをいたしました。本日は皆様大変お忙しい中を多くの皆様にご参加をいただきましてありがとうございます。ただいまから GX 投資に関するアジア世界の金融センターを実現する産学官金連携コンソーシアムチーム札幌北海道の設立に関わる共同記者会見を開催いたします。本日はどうぞよろしくお願いをいたします。この度チーム札幌北海道の設立にあたり、金融庁など国の関係省庁のご助言等をいただきながら進めてまいりましたことから、本日は代表して栗田照久総合政策局長にもご臨席をいただきました。また配布資料の3ページにございます通り、チーム札幌北海道は官公庁や大学、金融機関、経済団体、エネルギー事業者などが連携して取り組んでいくためのコンソーシアムでございます。本日は法制機関の皆様にもご参加をいただいております。それでは初めに秋元市長からチーム札幌北海道の設立趣旨や取り組み内容などについて発表させていただきます。札幌市長の秋元克洋でございます。本日は大変お忙しい中お集まりをいただきまして、ありがとうございます。私からこのチーム札幌北海道の設立の趣旨あるいは方向性などについての概要をお話をさせていただきたいというふうに思います。座ってお話をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。まず世界的にこの産業社会、これをクリーンエネルギー中心に転換をしていくグリーントランスフォーメーション、いわゆる GX というものが進められているところでございます。札幌市北海道におきましては、先の G7 札幌気候エネルギー環境大臣会合の開催を取り組みいたしまして、脱炭素社会の未来を開く北海道札幌宣言というものを行ったところであります。宣言では再生可能エネルギーを最大限に導入するほか、再生可能エネルギーを活用する産業の振興や世界的な環境金融の呼び込みなどに積極的に取り組む決意を表明をしたところであります。政府におきます骨太の方針2023ではGX 投資を大胆に加速させ、少なくとも今後10年間で官民協調で150兆円超の新たな関連投資を実現するということが掲げられております。こうした官民投資、そしてこれらに呼応する形で世界中から集まる投資をこの北海道札幌に呼び込むための環境整備が極めて重要であり、総額で30兆から40兆円規模の投資を実現したいと考えております。そこで北海道の国内随一の再エネポテンシャルを最大限活用し、世界中から GX に関する情報、人材、資金が集積するアジア世界の金融センターの実現に向けて、本日ここに産学官金の連携コンソーシアムチーム札幌北海道を設立いたします。本日ご同席をいただいておりますが、このチーム札幌北海道は札幌市北海道国の関係省庁に加えまして、地元金融機関やメガバンク等の金融機関、さらに大学、経済界、エネルギー事業者など21の機関からなる産学官金の連携コンソーシアムであります。コンソーシアムでは幹事会のもとに6つのワーキンググループを設置をして具体的な取り組みを進めてまいります。1つ目は情報プラットフォームワーキングであります。 GX 金融情報等の電子的な集約、共有、発信手法を構築して取引の活性化を図ります。2つ目の再エネ供給需要ワーキングでは、洋上風力等の供給拡大に向けた課題を共有し対策を講じるほか、
北海道の価値向上に資する投資の促進や供給需要の好循環を生み出すモデル事業を展開いたします。そして3つ目のワーキングでは、事業と企業の発展段階に応じたファンド、ファイナンスの整備を進めるほか、4つ目の特急ポックワーキングでは、北海道の地域特性を踏まえたトップ等の検討も進めてまいります。5つ目の人材育成ワーキングでは、国内外で活躍する環境金融人材の育成を進め、6つ目の情報発信国際協力ワーキングでは、世界の投資を呼び込む効果的な情報発信を行うとともに、GX に関する国際的な知見や協力も獲得しています。これら6つの取り組みを同時並行的に進めながら、洋上風力建設に向けた動きが加速する2025年を目途に、国際金融センターとしての機能を本格的に発揮できる体制を構築していきたいと考えております。最後になりますが、本日のチームサポロ北海道の設立に合わせて、札幌市役所の9階に札幌市北海道北洋銀行北欧フィナンシャルグループによる共同事務所を立ち上げます。この事務所では、北海道札幌での事業展開や投資を検討している GX 関連事業者や金融関連事業者等のサポートを行う総合相談窓口を開設するほか、北海道の GX に関する取り組みや動き等をアジア世界に向けて発信をしてまいります。今後もこのコンソーシアム構成員に参画していただくことも含めて、機能拡充を進めてまいります。以上がチーム札幌北海道の全体像ということになりますが、北海道札幌を GX 投資に関するアジア世界の金融セクターとすべく、チーム一体となって全力で取り組んでまいりたいと考えております。私からは以上です。ありがとうございます。それでは続きまして、チーム札幌北海道への思いなどについて、鈴木北海道知事から発表させていただきます。北海道知事の鈴木直道でございます。本日はチーム札幌北海道の設立、このように発表できることを嬉しく思います。この設立にあたっての、ご協力をいただきました、多くの関係者の皆様に対して、まず心から御礼を申し上げたいと思います。また多くの報道関係者の皆様にも、お越しをいただきました、ありがとうございます。そうやって、説明をさせていただきたいと思います。まず北海道は国に先駆けまして、2050年このネットゼロということで、このカーボンニュートラルの取り組み表明をいたしました。環境と経済の好循環、これを実現するゼロカーボン北海道の実現に向けて、宣言とともにこれまで取り組みを進めてきたところであります。先ほど G7 のお話もありましたけども、私はこれまでの道の取り組みや、今この社会全体、国として動いている状況なども踏まえて、今日の設立にあたってのこの取り組みの非常にタイミングの有効性などについてお話したいと思いますが、皆さんご承知の通り、北海道についた風力、太陽光など再生可能エネルギーのポテンシャルが我が国随一であるということであります。北海道がゼロカーボン宣言行いました時点において、この、ゼロカーボンシティの宣言、これを行っていた自治体は2つだったんですね。その後このゼロカーボンシティ宣言を行いました市町村の数は、現在に至るまで130市町村まで急増しています。道内のその機運、意気込みは非常に高まってます。もともと北海道は179市町村ありますので、日本全体の自治体の数の 10% ありますから、そのうちで135の地域が、そういった取り組みを宣言して取り組んでいる、まさに先進的な地域あるということであります。また国が選ぶ脱炭素先行地域というものがあります。
この札幌においても、このまさに脱炭素先行地域に選ばれているわけですが、全国最多の5つの地域が選定されているのは北海道であります。日本のゼロカーボンの達成について言えば、まさにこの北海道が役割を果たさなければもうそれは達成できないという位置づけだという思いで強い覚悟を持って取り組んでいるということであります。現在道府県を中心にですね、北海道の再エネ供給基地としてのポテンシャルに期待したデータセンター、こういった取り組み、また半導体産業、水素製造といった GX に関連した投資が活発化しています。ラピダス社のこの北海道への立地理由の一つとしてもこの再エネ、これが非常にポイントになったというところがあります。こうした中で本年の5月、国における再エネ回帰利用法に基づく区域整備におきまして、北海道の5つの区域が洋上風力の有望な区域ということでされました。今後に向けた大きな前進であります。データセンターや半導体産業といった再エネを利用する産業の集積に一層こう弾みとなるということを期待をしているところであります。また先日公表されました国のデジタルインフラ整備に関する有識者会合によるこの中間の取りまとめにおきましても、この豊富な再エネが高く評価され、東京圏、大阪圏、これを補完代替するデジタルインフラの中核拠点の整備を促進する地域はどこなのかということについて、この九州、北海道が位置づけられたというところであります。さらに今月取りまとめられました骨太方針、骨太の方針において地域での GX 投資、これを促すため地方自治体と地域企業、金融機関などによる推進協議体の設置等を支援するというこの考え方が示されました。こういったことなど、まさに今このチーム札幌北海道を設立をする絶好のタイミングだという背景を皆さんにご理解いただければというふうに思います。そして我が国の再生可能エネルギーの保存量のうち約3割から4割は北海道にあるというふうに言われているところであります。この国内随一の再エネポテンシャルを十分に活用して今後できるだけのこの投資、これを呼び込んでいきたいというふうに考えています。チーム札幌北海道、総力を結集し GX で革新的な北海道札幌への投資事業展開をさらに加速をしていきたいというふうに考えておりますので、皆様には今後ともですね、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。続きまして、チーム札幌北海道への期待、国の役割などについて TU 長栗田総合政策局長にお願いをいたします。TU 長の栗田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は鈴木知事、秋元市長のリーダーシップの下で、このような機会を設けていただき、深く感謝を申し上げたいと考えております。国からは環境省、資源エネルギー庁さんにも、参加をしていただいておりますけれども、ちょっと私が一番年長ということでございますので、私から先にちょっと少し話をさせていただきます。ちょっと座って話をさせていただきます。今回のチーム札幌北海道は再生可能エネルギーの潜在力が非常に高いといった利点を最大限に活用して投資を呼び込み、脱炭素と成長を実現する地域の共同体の先行事例ということで、非常に意義が大きいものであるというふうに考えてございます。国としても先日ご協力いたしました骨太の方針、今知事からもお話ありましたけれども、そこにおいて地域での GX 投融資を促すため、
地方自治体と地域企業、金融機関等による推進協議会の設置を支援する明記をさせていただいています。この地域札幌北海道はまさにこの方針に基づいた第1号案件ということで、今後の今後続く、この共同体 の先行事例として非常に重要なものだというふうに考えております。それから少し金融という側面からお話をさせていただきたいと思います。北海道の今後いろんな取り組みが推進されるにあたっては、この再生可能エネルギーの開発をはじめといたしまして、の膨大な設備投資などが必要になっています。そのための資金需要も極めて大規模になるということが想定をされます。事業の中には当然ながらリスクの大きいものも含まれております。そういうことでございますので、どのようにして必要な資金を調達していくかということは、これはかなり困難な課題になっているというふうに考えております。金融庁といたしましては、関係金融機関とも連携いたしまして、サステナブルファイナンスを含む金融資本市場の知見、ネットワークを生かして、事業の進展に応じた安定的な資金調達ですとか、内部、国内外からの投資の取り組みなどに、貢献していきたいというふうに考えております。それからもう一つ、今後さまざまな事業が、進展するにつれまして、非常に多くの金融商取引が行われることになると考えられます。その際にこの札幌を単なる通過点ではなくて、それらの金融商取引の集約点として、継続的発展的な金融商取引につなげていくこと、言い換えますと札幌を金融拠点化することも重要な視点であるというふうに考えてございます。北海道札幌が GX の集積地として、またアジア世界に通用する金融センターとして発展することを大いに期待をしているところでございます。そのためには電子的な情報集約の枠組みですとか、クレジットファイナンスなど様々な金融資本の導入、マーケットの整備などが重要になってまいりますけれども、金融庁としてはこうしたことにもお役に立っていきたいというふうに考えております。我々財務局では地元の金融機関、それから札幌証券取引所などとも連携いたしまして、このコンソーシアムの運営に、積極的に、関与してまいりたいというふうに考えておりますし、さらに、人材交流などを通じて、関係者との知見の関係を人材育成にも、協力していきたいというふうに考えております。私からは以上です。ありがとうございました。チーム札幌北海道は国の関係省庁にもご参画をいただきながら、金融機関、大学、産業界などさまざまな関係者が連携して取り組んでいくことが大きな特徴となっております。そこでチーム札幌北海道設立の受け止めや各省庁の取り組みなどについて、経済産業省および環境省からもお話をいただいてまいります。はじめに経済産業省資源エネルギー庁イノベーションエネルギー新エネルギー部長からお願いをいたします。経済産業省の井上でございます。座らせていただきます。私も、エネルギーあるいは産業あるいは国際協力という観点から一言国の考えを申し上げたいと思います。我々経産省といたしましても、ティーム札幌北海道の取り組みは大変先進的で、こうした政策の観点からも極めて重要だと考えております。我々もこのプラットフォームの一員としてですね、この地でしっかりと再生可能エネルギーを作り、そして新しい投資を生み出していくと、新しいイノベーションを生み出していくという観点からしっかりと貢献していきたいと考えております。6月21日ですね、岸田総理も国会閉会にあたって会見をなさいました。その時今後取り組むべき課題として、総理は第一に国内投資の活性化に向けたさらなる取り組みということをおっしゃっておられます。その中の一丁目一番地として、グリーントランスフォーメーションを位置づけられまして、先ほど市長もおっしゃっておられました150兆円超の官民投資を加速していくとおっしゃっておられます。そのためにこの国会では2つの GX 法案を成立させたということをご発言いただきながらですね、続いて
GX 2号の下で、我が国が強みを持つ水素エネルギーの活用の基盤を整えるとともに、水素と化石燃料との価格差に着目した支援制度などについて所要の法制度を早急に整備するというふうにおっしゃいました。これを踏まえまして、弊省といたしましても、遅くとも来年の通常国会までに、水素社会を推進する法制度を国会に提出したいとかように考えております。じゃあその水素はどこで作るのかということですが、もちろん海外で安い水素を作って持ってくるのもあるんですけれども、エネルギー安全保障の観点からは国内で作ることが極めて重要で、先ほど知事もおっしゃいましたが、現在我々が関係企業の方々と議論している最有力候補は北海道であると考えております。で、水素を作るためには、特にグリーンに作るためには再生可能エネルギーが多数必要でございますので、そういった意味では、先ほどもご指摘ございました洋上風力発電を大規模に進めていくことは水素にもつながっていくと考えております。先月、北海道の5地点を有望区域に指定させていただきました。知事、市長のリーダーシップをいただいてですね、本当の意味で地域と共生するような合意形成ができますれば、早ければ来年にも、促進地域というところにランクアップしたいと考えておりまして、そうなりますと実際に、開発事業者の入札が行われ、主体が決まり、実際に数千億円、それぞれ数千億円のプロジェクトが始まっていく段取りになります。またもう一つ加えますと、これも知事がおっしゃっておられましたけれども、こうした、水素あるいは洋上風力発電というプロジェクトを進めると同時にですね、すでにこれは2030年の完成を目指すことが閣議決定されておりますけれども、本州との世界最先端の海底直流送電プロジェクト、あるいは蓄電バッテリーシステムの導入を進めていく方針でございます。またこれらを起点としまして、再生可能エネルギー、クリーンなエネルギーを使っていく新しい産業、雇用の集積も進めていきたい。知事おっしゃっておられましたラピダス、あるいはデータセンターの動きはその始まりだというふうに我々考えてございまして、国の内外から GX 投資を集めていく必要があるというふうに考えております。GX 推進法に基づきまして、来年には GX 推進機構も新たに創設されます。こうしたプロジェクトがですね、北海道でしっかりと進んでいくと、この可能性も踏まえまして、 GX 推進機構がしっかりとその機能を北海道で果たせるよう、ティームサポロ北海道にもしっかり貢献していけるという方向で、関係省庁ともしっかり議論を進めていきたいというふうに考えてございます。私から以上です。ありがとうございます。続きまして、環境省上田総合環境政策統括官にお願いをいたします。ただいまご紹介されました環境省の統括官の上田でございます。本日、ティーム札幌北海道の設立を迎えられたこと、環境省としても喜びの言葉とともに、北海道省、この札幌市をはじめ関係者の皆様方のこれまでのご努力感謝を申し上げたいと思います。環境省としても、脱炭素化支援機構とともに、このティーム札幌北海道の活動に対し、その一員としてしっかりと貢献をさせていただきたいと思っており、この場をお借りしまして、その取り組みについて簡単にご紹介させていただきます。着座に提出いきます。具体的には、まずちょうどこの本日、この設立に合わせまして、昨年、設立をしました脱炭素化支援機構の、機能の一部を北海道に移転したいというふうに考えております。これに合わせ、環境省ではこの移転した機能の一部、これとともに企業の GX ビジネスの支援でありますとか、地域金融機関の人材育成や体制整備支援、こうした業務合わせて3つについて、これらを一体的に行う北海道脱炭素投資支援センター、これを本日付で立ち上げたところでございます。新たに立ち上げるセンターは北海道地方環境事務所内に新たに設置し、センター長には事務所長で6名の体制でスタートさせており、本日はこの業務を簡単にご紹介させていただきたいと思います。第1は道内の投資案件の蘇生支援です。道内の事業者、金融機関から寄せられる様々な相談に対応していく中で、道内の課題やニーズの収集、分析、評価、これらを幅広く行いながら、案件蘇生の参考となる事例の調査でありますとか、個別プロジェクトに対するフィジビリスタディの実施を通じて、
投資案件の具体化を図り、この設立をしました脱炭素化支援機構での審査につなげていくという形で、ブレンディルファイナンスを活用したミドルステージの案件支援、こうしたものの一翼を担っていきたいと考えております。第2は道内企業の GX ビジネス支援であります。 GX の取り組みは2050年カーボンニュートラルの実現に向け欠かせない取り組みではありますけれども、大きなビジネスチャンスでもあると考えます。道内のより多くの企業に取り組んでいくためにも、新しいセンターでは企業からの個別相談に対応していくだけではなく、スタートアップ企業を集めた勉強会等の実施でありますとか、道内企業間のマッチングイベント、これらも実施していくこととしております。最後、第3は道内金融機関のへの支援でございます。脱炭素投資を活発化するためには、投融資を行う金融機関への支援も重要です。とりわけ専門的知識を有する脱炭素案件を育て、そして投融資の判断を行う能力を有する人材の育成が重要であると考えます。このため新しいセンターでは ESG 要素を考慮した事業性評価の検討を行う地域金融機関への支援のほか、本年中にスタートを予定しております金融機関の職員等を対象とする脱炭素アドバイザー資格の認定制度の積極的な普及を北海道で行いたいと考えております。環境省ではカーボンニュートラル実現に向け、脱炭素投資の初期段階であるイノベーション、技術開発、こうしたプロセスで生み出されたさまざまな脱炭素技術を社会そして地域に実装していくことに注力してきました。昨年から選定を開始している脱炭素先行地域の取り組みは、こうした考え方を市町村の地方自治体を中心に進めてきたものでございます。本日発表したセンターの事業は、事業者金融機関を中心に脱炭素技術を官民連携して社会地域に実装していく取り組みとして、国内で初めて北海道の地にセンターを設置したのであります。今後こうした事業者また市町村、この2つの取り組みの相乗効果も発揮できるようセンターの業務を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。ありがとうございます。それではこれより質疑に入ります。お時間につきましては、この後16時からシンポジウムがございますので、短いお時間で大変恐れ入りますが、15時30分までとさせていただき、その後写真撮影に入らせていただきます。ご質問がある方は挙手をいただきまして、係員からマイクを受け取り、社名とお名前をおっしゃっていただいた上でご質問をお願いいたします。北海道新聞の高橋と申します。よろしくお願いします。秋元市長と鈴木知事、それぞれ伺わせていただきます。これまでも道内GX に関する投資さまざまなされてきたかと思うんですが、今回この金融センターというものがこの北海道札幌にあるということ、これ金融の機能が札幌にあるということに、こうどういう意味、意義があるんでしょうか、教えてください。それでは私の方から、先ほど鈴木知事もお話をされておりましたけれども、北海道の再エネポテンシャル、これ非常に高くて、国の方のパジェットの方針の中でも、これから官民合わせて、150兆円規模の投資がなされています。で、ある程度これを北海道なり札幌の経済とどうリンクをさせていくのか、投資をということですね。そこはやっぱり重要な視点というふうに我々考えておりまして、そういう意味ではこれから行われていく投資という案件が、単に外から投資をされてその果実を持っていかれるということではいけないというふうに思っております。そういう意味ではこの投資を含めた金融というようなことを一つキーワードにしながら、で今回のこのコンソーシアムの立ち上げの大きな意味合いというのは、いろいろなセクターで行われている情報をやっぱり集約をして、いろんな投資がしやすい環境づくりをしていく、そして合わせて、金融面でも世界の投資が集まってくれるようなところを目指していこうというふうに思っています。はい。まず G7 札幌気候エネルギー環境大臣会合が行われて、札幌とともに共同の宣言を出しました。国内外から、この再エネも含めた GX の投資に向けた、そういった声はある意味高まった、そういうきっかけになった、環境大臣会合であったというふうに思っています。そういった状況や先ほど の国の動き
また道内のポテンシャルを発揮していくにあっては、やはりそういった本日のコンソーシアムのような、いわゆる総合的に調整をし具体的な投資につなげていく、まあ、そういった役割が必要だというふうに考えております。そして札幌市秋元市長が、まあ、先の議会におきましても、この環境金融の先進地となるということを、この答弁をされたということもございます。まさにこの絶妙なタイミングの中で、多くの省庁金融機関の皆さんのご協力のもとで、まあ、本日設立できたこと、これは非常に意義のあることだと思っています。またこの、まあ、北海道札幌とこのチームを組んでやっていくわけでありますけれども、まあ、北海道全体の GX 投資の機運、まあ、これを高めていく、このことが必要であります。どうも共同代表となって参画をし、北海道全体のこの発展のためにですね、札幌とも近い連携をし、それ以外の自治体の皆様とも協力をしながら、ぜひ具体のプロジェクト成功に向けてですね、取り組んでいきたいというふうに考えています。大変恐れ入りますが、お時間となりましたので、これをもちまして本日の共同記者会見を終了とさせていただきます。